滝川スリステですこんにちは、リップスライムのスーと今井です、今回はですね、スタジオアパートメントさんにお呼ばれいたしまして、なんとフューチャリングに黒木メイサさん、ミスユニバースという曲をやらせていただきまして、ただね、ずっとみんなで話し合ってたのは、黒木メイサは白木屋に行くのかっていう話を。どうなんですかね。だから打ち上げは今回白木屋を抑えております。楽しい。そこで入るか入らないか分かるってことですね。うん、そうですね。メイサさんがちょっと私は白黒つけたいんで、黒の方なんでって、どうですか、喧嘩しちゃうんで。あ、そうだったらまあ別のね、悪酔いするかもしれない、その可能性もあるな。それがすごくいい感じになるかもしれないですね。ちょうど白と黒がグレーゾーンにね、はい、うん、なんか知らなかったみたいな。まあ、スターパの二方もね、お酒の方はたくさん飲むみたいで、はい、で黒木メイサーさんもレコーディングも1日だけで接したのがね、なんのお茶すら一緒にしてないんで。そうですよね。きちっとこの打ち上げの方をやりたいなと、今回は参加させていただきありがとうございました。